Yeah.
せていただいて本当に、嬉しく思ってます。すごいですね。皆さんようこそいらっしゃいました。ここ JCB ホール、ユキカジュラドライブボリューム4の最終日ですね。名古屋大阪と先日、行ってきたんですけれども、東京でこうやって最終日を、迎えることができて、こんなに大勢の皆様と一緒にこれから時間楽しめるのかと思うとすごくワクワクして、しょうがない感じですね今ね。はい、はい、3曲聴いていただきました。では続いて、そうですね、あんまり時間にならないように、はい、そろそろ次の曲を聴いていただきましょうかね。あんまり遅くなると、なんか心配のメールとかをいただいたんですよ。行けるの嬉しいです、明日楽しみです、ところで何時間になるんでしょうかってメールとかいただいちゃったので、はい、ありがとうございます。なるべく早くは終わらないとは思うんですが、常識的な時間にねそうですね、ということで次の曲はい、それでは、はい、続いての曲聴いてください。
してくる。オリーブを集めて星のかけらと君に手渡した。魚の影が横切る夕空、一緒に行こう。すり抜いた膝の甘さがない、この世の影も生き抜く秘密です。うつつを抜けて幻の園へ、月の出を待つ。
皆さん、改めましてこんばんは。フィクションジャンクション優香のフィクションジャンクションこと梶浦由紀です。ありがとうございます。今宵はですね、実はフィクションジャンクション優香はご招待ライブという形でね、ライブをやったことはあるんですけど、こうやって改めて皆さんに来てねってお願いしてライブをやるっていうのは実は初めてなんですよね、今回が。はい、ね、初めてです。ありがとうございます。やっとずっとライブをやりたいなと思ってた2人で、やっとこうやって皆さんの前でね、いろんな曲をお届けすることができて、今日は本当に嬉しくて、でおまけに今回はツアーで、今日千秋楽なんで、本当に皆さん楽しんでってください。ありがとうございます。今お届けした曲、4曲連続でお届けしたんですが、炎の扉、喜び、ノスタルジア、荒野流転と、なんかね、こうやって並べてやってみると思ったより激しいよね、優香ちゃん。もうちょっとなんかね、FJY フィクションジャンクション優香の曲はなんか心の中でもう少しこうしっとりした曲が多いと思ってたんですよね。聞くとしっとりしてませんか？しっとりはしてますよね。ね、でも演奏する側はバンドさんも、コーラス隊も、梶浦さんも私も結構ね、そうなんかね、いつもレコーディングの時もそうなんだよね。そうですね。今回の曲は割としっとりした曲だよねって優香ちゃんと言ってて、はい、でレコーディングに入って、やっぱりパワーボーカルで歌ってくれるっていうのが毎回のような、そういうフィクションジャンクション優香のしっとりしてるようで激しい曲を4連続お届けいたしましたが、はい、まあいろいろその思いがある曲もありますが、特にね、2曲目にあった喜びっていう曲は、これはサーカスっていう2枚目のアルバムに入っていまして、サーカスっていうアルバムから出してからやっぱりライブをやってこなかったので、今回ライブでお届けするのは本当に初めてな曲になるんですけど、アルバム曲っていうのはね、シングル曲とかよりも非常にこう作家の自由っていうか、思い通りっていうか、やり放題っていうか、そういうところがあるんですよ、ね、なので相当やり放題をやった曲で、歌詞とかもその自分が音楽を作る時の喜びをもうこれでもかって綴った歌詞なんですよね。でやっぱり何かを作る時ってのは人は一人なんで、非常にその一人きりの喜びをね、どっちかというとこうダークな方にこう行くじゃないですか、一人でフフフフフってなんかやってる時って、そういう喜びをこうずっと綴った歌詞なんですけど、頭のこう3行の方に一緒に行こうっていう歌詞があって、そこは実はこう2人でやっぱり FJY やってるので、私から優香ちゃんに音楽の世界に一緒に行こうってこう呼びかけたつもりの歌詞でね。で実は CD だとそこだけなるほどって思い切り首を振ってしまいました。初耳でした。そうなんです、CD だとそこだけね、2人で同じメロディーを歌ってるんです。あ、そうですね。そう、それは感じてました。そう、それはね、他ではやったことないことなんで。あ、そうだ。そう、で、そういう遊びをして実はね、歌詞の説明ってしないんですよ、私全く。全くないですね。だから、ね、私はいつもレコーディングの時、パワーボーカルで歌ってって言われて自由にこう自分の想像をかきたてて歌うというレコーディングがね、大体毎回ですけれども。ですよね、はい、なんかね、歌詞の説明をすると歌い手さんの想像力がそがれちゃうような気がして、かえって面白くないと思って、それよりはこう、ほら、こっちが説明しても不完全なイメージしか伝わらないじゃないですか。そうじゃなくて、その私がこう書いた言葉で、私のイメージじゃなくて、こう優香ちゃんの中の、優香ちゃんの中にしかないイメージをこうダーって不死鳥のように羽ばたかせて歌ってくれないかなと思いつつね、いつも試練を試練のレコーディングをしています。すいません、話長いですね。ね、はい、メンバー紹介をここでしなきゃいけないんですよ。なので、いけないんですよ。メンバー紹介に行こうかと思います。皆さんのこう前に広がっているメンズども、このバンドメンバーたちはですね、普通バックバンドという言い方をするかと思いますが、梶浦バンドではバックバンドとは呼ばずにフロントバンドメンバーズと呼んでおります。というのも彼らはですね、FJY をはじめ、私が音楽を作る際に本当にいなくてはならない、まあ正直に言って私が大好きなプレイヤーさんたちで、この人たちに会ってね、プレイしたりプレイしてるのを聞いたりすると、いつも自分がどんなに音楽が好きだったか思い出す、そんな素敵なプレイをいつも聞かせてくれる大切なメンバーたちです。そんなメンバーを紹介していきましょう。
こっちがオンベースジュニア。今回メンバーにお題を出してみました。夏といえばジュニアは日焼けだそうです。ジュニア今ですね、なんか日焼けサロンに行って日焼けしすぎてすごいピンクなんですよ。あんなスーツ着てカッコつけてるけど一皮むくとすごいありえないほどピンクで、今みんなからタンドリーって呼ばれてるんです。色がタンドリーチキンそっくりなんです。ね、顔はねそうでもないけどこの辺がね、で押すとね白くなって、それがちょっと白く分かります？すごい日焼けした肌を押すとそこだけ白くなってパッと離すと戻るんで、みんなで飛行あたたたたたって遊ばれてます。そんなジュニアです。はい。そしてオンドラムス、マスケさん、野崎マスケ、見えますか皆さん。マスケさんの夏といえばシャーベットレモン味。うお、飛べなんか可愛いですね、マスケさんね。あのマスケさんはですね、あの髪の毛立てていいって言うから今回はちょっと遠慮してって言ったら帽子をかぶっていらっしゃいました。とてもおしゃれな方です。すごくね音楽的なドラムを、なんていうのか、あの歌うようなドラムを叩いてくれる方で、あの今日の FJY の歌もセクションジャンクションのサウンドもがっちり支えつつ奏でてくれるドラマーマスケさんです。イエイ。オンギター今度一押し。こんな人はし、気を取り直して、今野さんの夏といえばは江ノ島なんだそうです。なんかね昔鎌倉の近くに住んでいたとかで、あの夏といえばこうあの江ノ島のね、まあ、ちょっと汚れた海を、まあ、今綺麗になったのか分かんないけどね、見に行くのが青春だったそうで、彼女とかとも行ったんですかって言ったら、まあ行ったかもしれませんねって言ってました。ので行ったのかもしれません。その辺は追求しないでおきましょう。なかなかその今回のライブではエロいって言葉を使わないようにしようと思ってたんですけど、今野さんの場合は本当にエロいんで、あえてエロいと言わせていただきます。とてもエロい色気あるかっこいいバイオリンを聴かせてくれるプレイヤー今野仁です。オンギター、コレちゃんことコレナガさん。コレナガさんの夏といえばは冷やし。冷やしって何って言ったら、何でも冷やすんだって。冷やし豆腐、そういうこと。冷やし豆腐、冷やしそば、冷やし枕。あ、それは涼しくていいかもしれないですね。結構あの小倉さん、ああ見えてクールそうに見えて熱い男なんで、なんかいろいろ冷やしたいものがあるのかな。ハート。小倉さんは本当にあのいろんなあの曲を弾いていただいたんですけども、いろんな引き出しが本当に多くて、いつもねなんか音楽を奏でつつ遊んでくれる、すごく勉強もいろいろさせてもらってる本当に大好きなギタリストさんです。ミスター小倉。そして皆さんのとこからちょっと見えませんが、マニピュレーター大平さん、大平よしお。このライブのサウンドをずっと縁の下で支えてくれている力持ちです。ありがとうございます。大平さんの夏といえば夏痩せ。夏になるとすっごい痩せちゃうから、すごい食べなきゃいけないんですって。まあなんと羨ましい、本当に羨ましい体質ですね。そんな大平さんでした。今日もよろしくお願いします。そしてオンコーラス、ゆりこ階段、そして光る。ゆりこ階段さん あの夏といえば後でじっくり紹介するとしまして、光るちゃんの夏といえばは日陰だそうです。
日陰、なんで日陰って聞いたら、だって涼しいじゃないですかって可愛く言ってたので良しとしました。はい、とっても可愛いひかるちゃんです。そして改めてオンボーカル優香、そして優香ちゃん、はい、夏といえば、夏といえば、なんか言うの恥ずかしくない？私は桃が好きなんですけど、桃が夏になるとすごく美味しくなる。まあ美味しいよね。うん、もう桃ばっかり食べたいです。私も桃大好きですあのこう指がこうベタベタってなるんだけど、それでも剥いて食べるよ ね。そうですね、うん、なんか優香ちゃんと桃ってちょっと合うよね。本当ですか？ありがとうございます。なんか桃のパスタが好きだってすごく優香ちゃんが。あの好きだというか、もう5年越しぐらいで多分一回も食べたことがない。あ、食べたことないんだ。そうなんです。いつもあのお仕事一緒にする方が、あの桃のパスタ今年は行こうねって言ってくれるんだけど、うん、優香ちゃん桃のパスタ食べに行ったよっていう写メだけが毎年送られてくるってちょっと切ない。だから今年は絶対行こうねって約束してます。なるほどね、はい、じゃあみんなで行きましょう。あ、みんなで行きましょう。本当に、はい、うん、じゃあそうしましょう。きっと多分梶浦さんのきっと多分はちょっとちょっと嘘ですそんなメンバーでお届けする第一ステージ、皆さんどうぞお楽しみください。ではちょっとこの辺りで静かなね、しっとりした曲もお届けしたいなと思います。何を恋しがってこの胸
Thank you.
JCB って実はね、こちら側に立つの初めてなんですけど、結構お顔見えますね、うん、後ろの方の方とかバルコニーの方までのお顔見えるんで、あくびとかしてると見えちゃいますよ本当ですよ、まあ、見える見える、今回もちゃんと見えるよ、本当いいね。私ね、そちら側から見るのもこの方がすごい好きなんですけど、ステージもいいもんだなと思ったりした今日ですが、実は一部次が最後の曲になります。ありがとうございます。本当にやってみると短い感じがねしてしまって、次にお届けする曲は実はあのとあるシングルの、シングルの、まあ、今 A 面 B 面じゃないよね、 CD ってないもんね、まあ、要はカップリングの方にね入っていた曲だったんですが、私もゆうかちゃんも好きな曲で、これライブやるんならこの曲最後っていいねと二人で相談して決めた、そんな曲で、実は作った本人としてもね、なかなか素直な歌詞で、あんまりそのやっぱり、まあ、シングルとかね、そのなんていうのかな、少し分かりやすく書こうとする曲もやっぱりあるじゃないですか。分かりやすくっていうと人聞きが悪いかもしれないけど、やっぱり届きやすく書くものと、ちょっとこう本音がかなり入ってくるものと、やっぱりいろいろね、作品作ってる人はみんなそれぞれあると思うんですが、この最後にお届けするこの曲も結構ね、割と本音の部分で書いたような歌詞があって、ちょっと自分的にも気に入ってる曲で、それを最後に FJY2 人でお届けできてとても嬉しいです。ゆうかちゃんどうでした、はい、早いね、あっという間すぎて、なんか楽しかったし、あっという間すぎたし、でもこの約束っていう曲を最後に歌えることが、あれ？あ、ゆうちゃんだ！いいんだよ。あー、ゆうちゃん。大丈夫。巻き戻し。大丈夫。ある意味、もうある意味すごくゆうかちゃんらしいから、今のはいい流れだと思う、結構。いいと思いますよ、うんうん、あ、うん、はい、大丈夫ですこの曲すごい本当に好きで、あれ、ごめんすごい好きで、なんか、なんて言うんだろう、知ってる方はね、聞いてくださったことのある方はなんか、分かる分かるって思っていただけるかと思うんですけど、すごく歌詞がね、ダイレクトなんですね。そうね、割とこうダイレクトな感じの、うん、まあ、うん、分かりやすく言えばちょっと暗い、うん、暗いけどでもこんなもんだよねみたいな感じの歌詞なのかな、うん、でもあえてこの曲を、まあ、また会いましょうという約束という意味も含めてね、うん、最後にお届けしたいと思います。では聴いてください、約束。Cool.
選んだらその地平